はい、こんにちは。今日はですね、Q&A 動画ということでですね、上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のですね、ご質問なんでございますけれども、SY さんという方からですね、寝る前はどう過ごされていますか？私も何日か前に禁酒を始めましたが、全く寝れません。テレビとかネットは脳を覚醒してしまい、睡眠に良くないそうですが、私の場合は実際に眠りにつくまでどのように過ごしているのでしょうかというですね、ご質問でございますね。この SY さんですね、今禁酒を始められてですね、まだですね何日かということなんで間もない状況でございますね。この状況、私自身にですね置き換えてみますとね、正直ですね、もう SY さんの今の時期がですね、酒を断ってですね、一番これですね辛い時期だと思うんですよ。完全にですね、今まで脳がですねアルコールを摂取していて、当たり前のですねように脳がなっているものがですね、あるものがないというような状況になっていますので、当然ですね寝られないという状況に陥ってくると思います。私自身もですね、断酒を始めてですね、1日乗り切って、で2日3日ね、もうその3日とか1週間っていうのはですね、めちゃくちゃ辛かったですね。全く寝れませんということなんですけども、私もですね全く寝れませんでした。そういった状況だったですね。じゃあそんな時にですね、どうすればいいのかということなんですよね。で、今の時点でですね、どうしても寝れないということで、もう結局ですね、またお酒を飲んでしまうというようなことにですねなりがちだと思うんですよね。じゃあ私自身はですね、そういった時期にですね、どのようにですね過ごしていたのかと言いますと、正直ですね、特に何もやってなかったです。もう寝れなくても寝てました。それでね、結局は布団の中に入っても眠れない状況ですよね。当然続きます。そこでですね、酒を飲んだこともですね実際にありましたね。ただ今回は断酒ということで、もう半年飲んでないですけど、今回にあってはですね、それはなんとかですねクリアしてます。それはですね、本当に気合としか言いようがないですね。眠れなければですね、もう寝ない、そういったですね覚悟で布団にですね入っておりましたね。そうするとですね、もちろん眠れないんですけどね、気づいたらですね眠れるようになっていたというような感じかもしれないですね。あとはですね、 SY さんの方でですね、適度な運動の方ですねやって、もしですねいないのであれば、できればですね、筋トレですね、そういったものをですね実施していただくと、眠りの方もですね、やはりですね筋トレを実施しますと、筋肉だけじゃなくてですね、内臓とかですね、脳とかですね、そういったところも疲労しますのでね、眠りの方もですね自然的に深くなってくるのかなと思いますんでね、そういった適度なトレーニングですね、そういったものもやっていただくと、よく寝られるのかなと思います。とにかくですね、 SY さんにお伝えしたいのは、今が一番辛い時だと思います。これがですね、2週間過ぎればですね随分楽になりますので、そうなってきますとね、随分眠れるようになってきますんで、2週間過ぎたいわ。とにかく今はですね、寝れなくても我慢というところでですね、なんとかですね寝れない日々をですね乗り切っていただければなと思います。あとはですね、もう一つですね方法がございます。ただですね、私個人的にはですね、あまりおすすめはですねできないところでございますが、まずですね、最寄りのですね医院であったり病院ですね、そういったところでですね眠れないことをですねドクターの方に相談してみてですね、睡眠導入剤を処方していただくというような方法もあると思います。しかしですね、そういったですね睡眠導入剤を飲むというのも一つの手なんですけどね、やはりですね睡眠導入剤も一緒なんですよね。慣れっていうところでですね、今度ですねそれがないとですね、もう寝れなくなってしまうっていうようなことになってしまいますんでね、
それはそれでですね、あんまり良くないことだと思うんですね。最悪の事態として睡眠導入剤を飲みつつお酒を飲んでしまうっていうパターンもですね、最悪あるんですよね。それがですね、もう最悪なことになってしまいます。睡眠導入剤とアルコールですね、で飲んでしまいますとね、えらいぐるんぐるんに回ってしまってね、えらいことになってしまいますんでね、これが一番危険なところでございます。ですので、私個人的にはですね、それはまあおすすめはですね、できないのかなというところでございますね。私としてですね、 SY さんにですね、本当にお伝えしたいことはですね、とにかく今が一番辛い、そう思ってください。あと2週間経てば随分楽になりますので、今だけの辛抱でございます。時間がですね、解決してくれると信じてですね、今のこの辛いですね、眠れない時期を乗り切っていただければと思います。とにかく頑張ってください。応援しております。そういったことでですね、今日は以上のですね、回答ということになります。またですね、動画の方上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。